逆にやっぱりチューブの方がちょっと重たいんでね、オフェンスが、ただインサイド側のやっぱりリバウンドとかそこら辺で優位になったところで追いついたんで、なるほど、はい、これ第2クォーターお互いどう修正していくかっていうところが見ものですね。さあここから小沢から矢沢、小沢に戻して小沢のシュートはどうか決めてきた。いいですね、このレンジ強いですねそれともう本当ベンチからね出てきた、まあ井戸選手もそう ね、 そうね、この矢沢、小沢選手もそうだけど、もういい活躍してますね。そうですね、まあ、この辺はそのコーチの期待に応えるという選手。さあここは小栗逆サイド振っていく、ジョーンズのシュートはどうか決まった。タッチがいい、まあ、スリーポイントも打ってくる選手なんですけどね、はい、非常にあの準決勝見ても1年生なんですが非常にタッチのいいね、はい、バランスのいいシュートを打ちますから ね、 ね。さあここは青木から小沢、矢沢がボールを持っています。中部大第一、矢沢のシュートはどうか、リバウンド、あしかしあファールですか。ファールがあったらディフェンス側です。ここのね、はい、あの小栗君と小池君と175で身長がないんでね、はい、あの辺のとこボックスアウトしたらもうフェイスフェイスで顔を見合わせて押し出すしかないと思うんですよね、今みたいに背中使っちゃうと後ろが取られてしまうんで、ここからどうだ、クリバリのシュートは決まりません。さあボール奪った開志国際、小池のシュート持ち込んでどうだ、その後リバウンド、井戸がボールを運んでいく、井戸からこの位置でどうだ、青木のスリーポイント、これは決まりません。ジョーンズがボールを取っています。その後開志国際、小池から和田、小栗、この位置にアーサンが待っています。アーサンのこのフック、インサイド側の攻防っていうのは、ちょっとやっぱり開始の方のやっぱりアサンとかユセフの方が強いかもしれないですね、これ見てるとね。さあここは外からここも打ってくるがどうか、スリーポイント決めてきました。また青木が決めました。4名ですね、準決勝思い出しますよね、見てるとね。まあ準決勝の中部大第一とこの東海大諏訪の一戦もね、もう本当に一進一退という、ね、アウトサイドが重たかったんですけども、アウトチェイスだけはね、打ってましたね、常に積極的に。そうですね、小栗がボールを持っています、開志国際。ここで、わー、和田が返しますね、決めてきました。和田キープレイヤーですね、和田君もね。さあここはスリーポイントの応酬という形になりました。23対20、開志国際リードは3点。そこから青木打てない、クリバリがボールを持って、ここもこのスリーはどうか、これは決まりません。さあしかしこれは開志国際ボールを取って小栗がボールを運んでいきます。小栗から小池、ここまで持ってきてこのシュートは、さあこれは決まりません。さあそしてクリバリがボールを失って、その後これが決まらない。まだちょっと今ですね、高さを意識しましたね、クリバリのね、クリバリのこの位置からのシュート、あーこれ決まらない。和田はボールを取る、速いパス回し、小栗からジョーンズ、このスリーはどうか決まらない。もう一度ジョーンズに入る、ジョーンズがボールを持ってこの位置、ああこれはアサンとのコンビが少し合いませんでした。11番の中部大第一は中曽根がコートに戻ってきます。さあ井戸から中曽根、クリバリ、小沢から回していって青木がシュートを打てない、外へ出していく、なんとか戻した、井戸が戻して、さあクリバリシュートを打てるか、プレッシャーを受けながらリバウンド、アサンがボールを取る。クリバリを今しっかりアサンが抑えていたというね、そうですね、もう開志ね、もう一回インサイド攻めてもいいと思うんですね、はいはい、和田が持っていって、これは打ってないですね。もうね、しかしこれはもう本当高さがあるとね、ありますね、
上からボールをはたくような感じになります。ただ和田君の顔を見たら、まあ、こういうのはもう日常茶飯事になると思うんですよ、練習だからね。だからあれを持っていくっていうのがすごくいいと思うんですよ ね。あれをいかにファールもらえるようにしてるんかですね。さあここからこのシュートはどうか。小池、小沢にボールが入りました。中部大第一、ちょっとこの23対20のところで停滞してるんで、どっちが先に手を取るかですね、はい、さあ、あとファールとオフェンスですね。左手があれだけ動いてしまうと、これはファールとなりますね。井戸のファール。開志国際は10番の高木が入ってきました。2年生ガードの選手です。さあこの少し停滞した今のスコアからどちらが先に動かしてくるか。そうなんですよね。さあ高木がボールを持っています。開志国際高木のこのシュートは決まらずに DI へにボールが入っています。すごいですね。ボールが入って高木持っていく。これが決まる。高木のシュート決まって、さあ移動。田中がボールを持って宇治愛へ。中に中曽根入っている。振り向いてのシュート決まった。取り返しましたね。さっきの人ね、まあ、すぐにここで取り返してきました、うん、また3点差です。浅野から高木がボールを持っています。ワンパス取ってジョーンズのシュート。ファールですね。オフェンスの方のファールですね、はい、和田君ですかね、はい、和田のファールです。非常に今いいね、あのボックスアウトしましたね、はい、今ね、はい、さあここでユセフがコートに戻ってきます、うん、アサンが下がります。ユセフはね2つファールしてるんで、そうですね、はい、はい、ファールをしないようにどのように伝送するかというのは大事ですね、うん、これ、はい、さあこの位置から岡田のシュート。リバウンド開始国際。高木がボールを運んでいく。高木から小栗。さあここで2戦止まって DIA とマッチアップ。これからのシュートはどうか。リバウンド、さあボールは中部大第一に入りました。中曽根、岡田、中曽根、もう一度青木に戻す。そしてもう一度中曽根、右サイド。あー、見合ってましたね、ここでやってましたね、はい、伊勢のボールカット。高木がボールを持っていく。和田のシュートが決まりました。バスケットカウント、ファウルももらってシュートが決まりました。これ停滞しているところで、やっぱりファーストブレイクを出しているのが開始なんですよね。ということですね、そこら辺がちょっと今ポイントリードになりつつありますね、これね。まあ、そしてここはちょっと続けてターンオーバーからのね、失点という形になりましたね、はい、さあ中曽根、DIA、井戸がスリーポイント決めた。ここもやはり井戸が決めてきました。まあ、何度もこの人が流れを変えるんですが、はい、変えてきましたね、はい、危ないチームが危ない時に彼が出てきますね、さあ和田から高木、開志国際リードはまた3点です。高木持ち込んでのシュート決まります、うん、これも正確なシュート。高木も2年生、フローターシュートがすごく好きみたいですね、彼ね、この位置から移動かわして外に振る。深田、中曽根が待っています。さあショットクロック
進んでいってシュートまで持っていけるか苦しい体勢。ユセフボールを取って高木、そうですね、ここに、はい、外に振ってジョーンズのシュート。ユセフの動きというのが、はい、ちょっと今いる中の留学生の中ではすごくいいんですよ、そこにボールを預けられるともしかしたらこうあのチューブ台手の方はですね、うん、おー、来た、3本目大きい、今日スリーポイント3つ。チューブ台帳伝説が集中しなくちゃいけないんで、それ攻めていいなと思いますね。ただよくスリーポイント決めましたね、これね、スリーを打った、オグリリバウンド、あーっとディフェンスファールとありましたね、はい、開始国際ボールです。ディアイエも今日はファウルが2つになりました。開始国際ボールです。ジョーンズ、タイガージョーンズ、さあここからユセフのシュート、難しい体勢、さあしかしリバウンド取った青木、青木から伊藤がボールを運んで深田、さあ2点差、ここはしっかり攻めたい中部大第一、守りたいのは開始国際。さあ伊藤、あっとターオーバーだけはダメですよ、ターオーバーだけはね、はい、からディアイエ外から打ってくる、この井戸のシュートは決まりません。さあ高木がボール運んでは、これまたファーストブレイクですね、まあ、ここでファーストブレイクを出してきました開志国際でね、今度ね、はい、さあ残り1分と30秒切ってきました。あー、田中曽根、まだここは中部台第1ボールです。前半第2クォーター、井戸がボール入れて、中曽根がどうしますか。リスナー持っていってのこのシュートはどうか。ジョーンズがリバウンド取って、その後高木、高木が切れ込んでのシュート、いやこれ逆サイド、ここにユセフが待っている、カーッとファールがありましたね、はい、3つ目ですね、これね、ディアイエ、そうですね、ディアイエ今日3つ目のファール。さあユセフの1投目を決めてきました。シュートも上手いんですよね、はい、こうユセフね、見てるとね、まあ、富樫コーチもユセフが攻撃型で、はい、まあ、ディフェンスではこのアサンというね、あ、まあ、見てて分かりますね、はい、動き的には本当にユセフ、非常にいい動きをしてるんで、さあ残りもう30秒と少しです。青木のスリーポイント、うん、ちょっと遠いですね、なんかね、はい、中部大長がここに来てやっぱり止まってしまってるでしょ、動きがね、はいはい、これがやっぱりあの中曽根君の1対1でドリブルが多すぎたことに要因することなのかね、ですからあれですね、6番の矢沢君を入れてきましたね、これね、動きがないんで、はい、矢沢がコースに入ってきました。中部大第1です。オグリ、ユセフ、ジョーンズ、中央に振って和田、一人にかわしてこのシュート、いいですね、はい、和田選手はこの練習は本当によく決めてきます、落ち着いてましたね、それね、今ね、よくね、パンクフェイクでディフェンスを飛ばして、このレンジに入りましたから、ね、35点目が入りました、開志国際井戸のスリーポイント、これ決まりません。さあこれで前半が終了という形になりました。第2クォーター終わって35対28というスコア、まあ、点差が7点差に広がっています。